ういおはよう、Mです。はい、今日はね、前にみんなに言ってた今日の夜ニューヨークに行くんですけど、その前にねちょっとなるべくご飯とか食いたいから、ニューヨーク行く前にちょっと弁当作りしていくつもりなんで、おにぎりとサンドイッチ作ります。忙しいよ、パックもまだしてないから。これからちょっとバス乗ってニューヨークに向かいます。よし、皆さん聞いてください、お知らせです。今ねバッファローってとこにいるんですけど、乗り換えなんだけど、そこで今足止めです。バスが来ないって。 This is America って感じで、で次のスケジュール聞いたら朝の9時やってくる。アホなの。俺ら朝の9時に着く予定だったんや。ってことで待たないといけない感じかな。まあ、これが旅行ってことで。さあ行くぞ。行きましょうか。よろしく頼む。おはよう。 Thanks so much. You too. So cool. 代わりになんかちょっと散策しようかって今歩いてたんだけど、何にもない。さあ行くぞ。さよならバッファロー。やっと着いた。1日と1時間約。地下鉄乗ってとりあえずここからホテル向かいます。見ればダウンタウンこれだ。そして階段が多すぎる。急にローカル。あ、やはり見え、これだ。よろしく頼む。部屋戻ってカップラーメン食べておにぎり食べて今日は寝ます。
Very cool. What do you do, by the way? For people who are aspiring. But yeah, that's not right. Brand or something. いいね。今日は晴れてるよね。思ってるよね。晴れと曇りが交互に。良き日ですわ。時間通りにほぼ出られてるんで。出ない。1時間遅れだよ。はい、1時間遅れでした。まあ、でもその1時間がミュージアムに響くんだよ。大丈夫。ミュージアムだけは絶対行きたいから。すごい、もう外が全部どこもかしこのストリートアート。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、Thank you so much。コリアンや。これからとりあえずのシティをなんか回れるバス、街中を回るバスでちょっとお見せしようかなと思います。気持ちいい。めちゃくちゃ天気がちょうどいい。気持ちいい。乗ってみんでもいいんでね。一日乗ったら疲れないね。腹減ったら降りりゃいい。腹減ったら降りて、それ以外ずっとこうやって乗ってて。二双方見たいでしょ。いや、もう全然見たい。次行くとこはとりあえず双方でしょ。双方で降りる。かの有名なエンパイアステートビルがありましたよ。ほら明日登り行くね。双方に到着いたしました。双方ちょっと双方あんま見せられなかったけど、時間が押してるんでね、スケジュール的に。まあ皆さんお待たせしました。ブルックリンブリッジのお時間ですよ。ブルックリンブリッジ、はい、着きました。ブリブリッジ、持ってきちゃったね。すげえな、近くまで来るところ。ああ、2回目だけどここまで来てないかも。レガでかい、すごいですね。超高いもん。こんなビルにさ飛行機突っ込んで、あんなん怖いよね。さてさて、ワールドトレードセンター見に行きましょうか。これを見た後にワールドトレードセンターをみんなに見てましょう。映画があるから。あのニコラス・ケイジ。え、ワールドトレードセンターで、うん、映画だよ。ニコラス・ケイジが主演で、めっちゃいいからマジで。ぜひみんなもこのワールドトレードセンターを見た後にワールドトレードセンターの映画を見てほしい。超いいから。あれは感動します。すごいから本当に。おー、首都だ。WTC Station Oculus。なんかパティオもあるね。パティオすごいね。ちょうど紅葉もしてるしね。ほらいいね。いや、ちょうどいいじゃん。気温めっちゃ気持ちいい。みんなもちょっと秋に来てほしいよ。秋めっちゃ気持ちいいね。わ、着くぜみんな。ワールドトレードセンター。すごいよ。だから本当にあったんだなって実感湧くじゃん。わ、すごいでっか。こんなでっかいんだ。圧巻ですね。すごいね。なんか感慨深い。ここにあったと思う。なんか見れてよかったね。でもね、なんか後でちょっとゆっくり映画で
見直してます。いい歴史の勉強になるんでね、大事なことです。マーコ、セントラルパークに着いたんだよね。お散歩していきましょう。アメリカ自然史博物館に行く途中がこのセントラルパークがあるのか。夕日だ。でっかい公園です。がっつりよし、セントラルパーク抜けたし、あれじゃないの。あったあったあった、入り口発見発見。1時間しかないよ。ミュージアムに響くんだよ。American Museum of Natural History。念願の博物館来たぜ。ここ見たかったんだよね。最後の1時間はフリーらしいよ、みんな。博物館。最高最高。1時間無料で楽しめる。何あれ？あれ見なくていい？おー、すごい、いろんな生き物だ。めっちゃ広すぎてさ、なんか見ていく順番がわからなくない？これどっからこれ見ていけばいいのか、この博物館。マップないとわかんねえよ、本当に広すぎて。30分後に閉館させていただきます。出口を押す。はい、終わった終わった。とりあえずじゃあここから99セントピザに行こう。もうお腹ペコペコなんだけど俺。乾杯。ピザも食べてからなんかブロードウェイ向かいます。これから99セントピザ。めっちゃ楽しみなんだけど、早く食いたい。美味しいピザください。サラダのトロークです。生まれたところは群馬県。えー、すごい。東京行った。東京、東京住んでる。ありがとう。食べげない。はい、めちゃめちゃうまそう。めっちゃ美味しくない？これめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。今食うピザやばい。めっちゃうまくない？美味しい。ね、これ一口食べてもいい？うわー、止まる。やば。待って、あと10分やばい。うわ、ハリポッター始まる。使えないのきついの、俺マジで。うわ、行くよ。上かな。ハリーポッター見終わって、てか見終わってってか俺ほぼ寝てたけどね。疲れすぎて座った瞬間超眠くなっちゃって、これからもうお家帰って、明日もまだあるんで食べ物買って寝ます。ね、これなんかでかいぶっといビールね、一本。はい、また後お家で。you
めっちゃうまそうこれ。やばくない？明日も早いんよ。明日も6時起きでしょ。肉うまいね。肉がうまい。パンも柔らかくてうまいけど、肉が美味しい。うまっ。集まるぐらい口に入れたろ。うわやばっ。いっぱい2日目終わった。おやすみ。また明日。バイバイ。